さあ皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日もお隣には航空ソムリエ宮田美也子さん来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの宮田さんのこうしてね、はい、私の動画出ていただいて、はい、あの回数動画で、はい、いろんなところからきっとね私にもですけど反響があると思うんですけど、はい、宮田さんのお友達が、うん、なんでナンバーアイとかストーンズばっかりやるんだそうですね、この辺も見てよということで、はい、うん、この間はライズであろうグループをねその方紹介していただいて、はい、その方もう一個推しがありますよということで送ってくれてるんですけど、ちょっと私もこれやりながらねいいかなと思うんですけど全く分かってないですよ。ちょっと読みますよ。2つ目の推しは NCT127 っていうのかな、127なのかな、はい、総勢23名、はい、23名でグループ名は NCT、うん、だから AKB みたいなことですか、はい、分かんないですけど、でこの中にユニットが4つある。でその中の1つが NCT127、うん、じゃあ他も全部 NCT358 とか分かんないですけど、ちょっと大丈夫ですかそんなの分かんないですよ、ごめんなさい、適当に言ってます。が推しのグループ、うん、じゃあ宮田さんのお友達は、うん、NCT127、うん、今の時期はソロ活動なので、うん、今年初めの曲で、うん、キルポキルポで合ってるかな本当にお友達すみません、そしてファンの方申し訳ないの、お添付するね、うん、ということで、うんうん、はい、リンクを貼ってくれてます、はい、でそのチャンネルに来ると確かにあるんです、動画が、うん、で8ヶ月前に上がってる動画、はい、2023年10月9日に上がった動画で、うん、再生数、うん、1,162,7752回視聴、はい、私たちが読めなくたってですねこれだけの人が応援して見てるんです。それで、皆さんが選択した一つのキリングポイントは、うん、チェックザダンス41秒にダンスなんだ、再生回数300万回達成時、うん、公開予定。これこの動画は何なんでしょうね、なんかダイジェストみたいにちょっとなんかチェックザットダンスすごい人気のところを出してるっていうことなんですか ね、 すごいでしょ皆さん、この状態で今しゃべってますから、ね、NCT これタイトルが NCT127 か127、うん、ファクトチェック、うん、不可思議って書いてます、はい、韓国語も書いてますよ ね、 でファーストキルッポキルッポでパフォーマンス 4K、はい、4K というのはね映像の綺麗さですよ、うんうんうん、はい、どうですか、このまま見るんですよ、はい、私たち、はい、大丈夫かな。で今から何を見るかというと、はい、これキルポって書いてますよ、うん、キルポって書いてあるね、キルポって読むのが本当わかんないですけど、うん、で私はボイストレーナーなので、うん、はい、この映像全部で3分16秒の映像を見ながら歌声を聞いて思うままにちょっと解説をさせていただく。宮田さんは航空ソムリエ、うん、口周りのプロですから、お口周りを見るという観点から、うん、まあ、見ていただいて、この方がいいなという方がいればそれをお話ししていただくと、うん、どちらにせよですね、この動画を私たちこれから見ようというのに一回も試しでも見てないんで、うん、はい、どういう動画か分かってないのに、はい、今から行ってみようというね、はいはい、これが非常に面白いわけですだからキルポ多分違うと思うんですよね、読み方が、うん、違うと思います。本当ごめんなさい、そこはね合ってたらいいけど、合ってたらいいですけど、うん、それでは3分16秒の動画、はい、今から見てみたいと思います、はい、それでは行ってみましょう。再生ポン、きた、キルポ、お、うっとるる、せーだ、バー、ほーどん、いー、あかりゴー、あほんせん、ふなささせん、のしょ、せやさん、いさしゅ、せよるほるそう、あかねえ、くそ、すと、すたてとめくそ、すこ、わこ、三四五、何人いる？
ちゃ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 やわらかい声だろ、この人。この人声すごいですね。やわらかい響き。すごいね、足のステップキレが。つぶやいてます、この人もあの人みんなでもいい声ですね。息長っ、一息で歌うフレーズ長いな。すごいよね。すごいな、これ。黒から白に衣装変わって、うわ、結構高音いっぱい出てきますね、心地いい高音が。この彼の声すごかったです ね。あのお一人甘い声というか、うん、あの声質がね。結局何人か今分かりました？7人。私が確認したところ8人ぐらいだった。8人いた？あれそうだった？分かんないです。もう何人 か確認したい、うん、でも歌声もこの人から点で、口一生懸命見ちゃったから7、8人ですね。7、8人。これでも1曲、この曲の多分映像でしたよね、うん、そうでしたね。パフォーマンスメインの映像なのかな、はい、はい。いやちょっとお名前もわからないまま聞いて合ってるかわからないまま言いますけど、NCT127、うん、はい、多分キリッポ、キリッポ、本当というかな楽曲ね、はい、今聞いていましたけども、はい、皆さんもうこうやってね画面に来るように見てて、今こう収録してる画面見たら顔半分も消えてましたけどごめんなさい、いやいいですよ、なんか真剣に見ちゃった。視聴中ですから、はい、これ今ね、まあ、人数がこう結構いましたけど、はい、どうでしょうね、全体的にこう見た宮さんの印象として、うん、まあ、もちろん口メインですけど、うんうん、結構引きのダンスの映像だから、うん、そうですね、あまりアップでお口ってのなかったかもですけど、うん、なんか印象ありますか、宮さん今見て、うん、まあ、やっぱりね、みんな本当いつものようにお顔が、はい、三角で、そして綺麗で、お顔が三角で綺麗で、もう整ってるってことですね。整ってる、鼻も整っていて、はい、でやっぱりあれだけの声が出せるんですから、うん、それはやっぱり口の状態もかなりいいと思うんですよね、いいですよね、開く、はい、もうとにかく開いて、これはまあ最低限もう、うん、当たり前じゃ当たり前なんですけど、はい、でもね意外と、うん、プロの人であっても、うん、まあ、特に私なんか日本のアーティスト見ますけど、はい、今の若い人になるほど、はい、あんまり開かないパターン多いんですよね最近。今の日本の若者ってこと、あの歌う歌手の人でも、うん、あ、はい、あんまりその歌う時にガーッとかやらずに、はい、おすまし顔のまま結構歌っちゃうみたいな、ね、うん、そういう人がまあ最近はちょっと昔の割と多いなと思うんですけど、うん、今の頃ね、うん、映像として見てると、うん、結構やっぱりこの表情的なものだったり、うんうん、
が豊かに見えるから、うん、やっぱりそれはこの表情筋とも言われますけど、ね、そうですね、このやっぱ柔らかさはきっとあると思うんですけど、はい、全ての柔らかさがあるんだと思いますよ。いや、これね、だから私もあんまりこう日本の曲ばっかりとか日本の方たちばっかで、うん、こうやって海外のね、うん、こう特に韓国の方たちあんまりじっくり見たことないんですけど、うんうん、完全にこうなんですかね、日本だからとか韓国とか分けることはないと思うんですけど、うん、はい、ちょっとやっぱりね、うん、違うなと思うところが、うん、この動きのそのね、うん、なんて言うんだろうな、キレというか、うんうん、キレはすごいですね。プラス、はい、このグループは特に結構みんなスタイルがいい人が多くないですか、うん、いいですね、うん、私が見る限り結構身長も大きい人が多いんかなと、うんうん、で日本の人たちでも大きい人いるんですけど、うん、あんまり大きく見えないというか、今の人たちそう、ね、もしかしたら大きくないかもしれないけど、うん、私は今これ大きく見えてるんです、ね、だから迫力がある感じしましたよね、うん、なんか動き一つ一つが大きいとか、うん、自信がよりあるというふうに見えるのか、うん、まあ、そう見せてるのか、うん、ですけど、なんか本当ね、知らないけれども、うん、まだまだかっちょいい人いっぱいいるんだなっていう、いいね、そういうのも今まざまざと、そしてどんどんやっぱりいろいろなね、曲とか K-POP 含めてはいろいろいるんだなっていうのをよく、だから皆さん見つけてきますよね。そう、でも本当に人気ですよね今ね。だってこれだって何ですか、このチャンネル登録者数ね、うん、このチャンネルだって235万人いるんですから、うんうん、で私はまあ多分今私が考えた見た感じは、うん、きっと8人だったと思うんですけど、あいつ全然見てない、ね、もう真剣に見てたんですよ、1人ずつをね、そう画面から外れてましたから、ごめんなさい、いやいや、でもこれ今宮下さんが、うん、まあ、見ていただいた、まあ、口周りのイメージというところから、うん、お話をしていただきましたけど、うん、私はボイストレーナーとして、うん、はい、まあ、いろんなグループの歌声を聞いた時に、まあ、勝手にいろんなことを一緒に思うわけですよね、うん、はい、で今回この読み方もはっきり分かってないですけども、うんうん、NCT127127 のキルポなのか分からない、はいはい、この楽曲を聴かせてもらって、うん、ボイストレーナー的に思う話は、はい、ちょっともったいぶるわけじゃないですけども、はい、続きは明日ということで、はい、ちょっとまたお話しさせていただこうと思いますので、はい、もしよろしければまた続きね、明日アップしますので、お手数ですけどもチャンネル登録をしていただきまして、このボイストレーナー、皆さんもよく知らないボイストレーナーと思いますけど、うん、パッと聞いたこのグループの印象をまたお話しさせていただいて、うん、はい、で改めてこの曲もう一回見てみようと思いますので、はい、そこでまた皆さんが見ててね、うん、あ、この方の口の周りいいよっていうのもまたあるかも分かりませんので、うん、はい、ちょっと続きまた明日以降見ていただけたらと思いますので、はい、ということで今回は本当にファンの方には申し訳ないですけれども、多分 NCT127 じゃないか、はい、127かもしれないのキルポかどうか分かりませんけれども、はい、の曲のミュージックビデオを見させていただき、パフォーマンスビデオですね、はい、見ながらお話をさせていただきました。今回も宮田さんありがとうございました。ありがとうございました。